中国内で反日批判の声。 中国の中でね、反日っていうのはダメだと。子供が殺されて英雄とか、そんなのありえないという、そういうまともな人もいる。まともな人が、こう、喧嘩とかしに来ているわけなんですよ。まあね、中国もいろいろです。人を殺しておきながら英雄なんていうおかしな人もいますけれども、まともな神経の持ち主もいるわけなんです。そんなことやったらね、恨みを募らせることになるんじゃないか。復讐心を煽るだけじゃないか。日本人をそんなね、子供を殺すとか、そりゃないだろうっていうね。 まあそういうい声もあるわけなんです読んでですす読みます中国広東省深鮮市で深鮮日本人学校の男子児童が登校中に中国人の男に刺され死亡した事件は拘束された男の動機が不明なまま中国人の間で自己批判の声が上がっている21日雨のなく日本人学校校門へ献花するために訪れた中国人たちからは中国の反日教育に対する批判の声が聞かれたこれは非常に正しい反応ですよね。中国での反日 反教育って半端じゃないですから日本人への憎悪を煽るわけですね中国はそれ言われるの嫌なんですよ反日教育をやめろというのが嫌なんですねこれはもうだって江沢民からの路線ですからこれは正しいことと言ってますからねだから反日教育は間違ってる っていうのはこれは中国の当局が耳に痛いわけですよねそういうことを言う人もいるまあ、この感覚は正しいですよね近くに住む保険会社の女性40歳は長男12歳と次男9歳が学校で学ぶ内容に疑問を感じているという子供が小学校行ってね半日半日半日,半日と習ってくるそれを見るとですねその内容におかしな教育だというふうにね疑問に思っていると言うんですね昨年夏日本が東電福島第一原発の処理水を海洋放出した際は教師から日本への批判的な意見ばかり を聞かされたという歴史教科書は外国に対する恨みを募らせる、えー、内容が多いと指摘した新選手の主婦60歳も「復讐心を煽るような歴史教育をやめるべきだ」と涙ながらに訴えた「中国の歴史教育は日中戦争などを学ぶ過程で反日感情をただでさえ高めやすい」「金平は1月愛国主義教育法を施行し今年の秋から歴史教科書で金平の思想や愛国意識を高める内容を増やした」 ちゃんちゃろかしいんですよ。金平の思想を教えるって言うんですよあいつに思想なんかありませんからね。金平なんて思想ないんですから。なのに金平の思想とか、あいつに思想なんかないんですよ。あるとしたら思想能力だけですわ。<laughs> 本当に <laughs>。 笑わせるのもいい加減にしていただけですね。教育の内容がね、愛国主義教育法ですよ。今年の秋から、近平の思想を教える、愛国意識を高める教育ですよ。中国人どう思ってるかと言ったら、また始まった、この気色悪い内容ってみんな思ってるわけですよ。だから、全裸主席と呼んでるんです。みんなね、中国人が、金平様素晴らしい、金平様の思想に感化されてますとかね、愛国でえいえいよーとかね、そんなこと一つも思ってませんよ。中国の人 ってそういうなんかやばい統治者に統治されるのって歴史的に慣れてますからねやべーの来たみたいな感じででもやばいって言ったらこうされますからねニコニコしながらごもっとまでございますって言いながらね右から左バジトーフルというこれが歴史的な中国人民の姿なんですねやばい暴君とかよく現れますからうわぁやっべーの来たみたいなニコニコしながらもうみんなで支えますみたいなねこれがですね 中国的な人民の諸政術なんですよねですから金平の思想とか言ってもみんな馬鹿にしてますよこいつの思想なんかねえだろうみたいな思いながらごもっともごもっともってやってるわけですよだから全裸首席なんですねだから今これだけもう国際化した時代しかも中国から日本にたくさん旅行に来てますよ日本を旅行するとやっぱイメージ変わるわけですよね日本というのは恐ろしい国だと習ってくるわけです実際来てみたら全然普通だったりするわけですね私ほら在日の 中国人、友人友たくさんいますからねある人から聞いたんですけども日本に留学行くって言ったら高校のかつての先生から泣いて止められてあんんななひどいい国なぜ君は行くんだととうこでで止められたってわけですよねそしていやもし日本に行くんだったら絶対に日本人と目を合わせるんだと、ね。日本人と目を合わせたら必ず殺されるってそこまで言われてそんなことはないだろうと思いながらそこまで言われるからもしかして日本って本当にそんなやばい国なのかなと思って。 日本について空港で迷って「すいません」ってただたしい日本語で何か聞いたら丁寧に道案内してくれて「なんだこの人たちいい人たちなんじゃん」みたいになってもう全然もう中国国内でいかに日本がやばいかというねそういう教育を受けてきたけども日本に来てみたら全く印象変わったっていうふうに話してくれた人がいましただから日本って楽しかったよ美味しいものあるし楽しいから行こうと本当日本ってひどい国じゃないのでもう騙されたつもりで一緒に行きましょうよって半信半疑で日本に旅行に来た中国 人が日本大好きになって帰ったりとかするわけですよですから江田区民以降いかにひどい反日教育を施したところでそんなもん事実じゃないってみんなも分かってるわけですからまあ、ごく一部ね本気になってね日本憎しって凝り固まってるやつもいますだって14億人もいたらいろんな人がいますよでも多くの人はそこまで言うほど日本はひどくないってみんな分かってるわけですよねですからこの行き過ぎた反日教育っていうのにやっぱね一部の人は違和感を持って 一部の人は信奉してるその信奉してる人が実際日本人を傷つけないとかしてるわけですよねだから中国の中でもこの中国の反日姿勢そして反日教育こんなものに疑問を持ってる人は山ほどいるわけですでも中国国内では政治批判はご法度ですからそうですよねって分かりましたその通りでございますっていうのが中国での諸政術ですよねですからみんな近辺のことをバカにしてますよ、まあ、そういう気持ちも込めて全裸主席と呼んでるわけなんです ですけどもね、誰も愛してませんよ。誰も尊敬してませんよ。みんな万歳万歳みたいなね、まあ、中国でワンスイワンスイって言いますけどもね、誰も心の底からそんなことを思ってませんよ。だから全裸主席なんですね。これ結構中国政府からしたらヒヤヒヤ門の事件ですよ。これ一歩間違って、もし日本に対してねぬるい姿勢を見せたら何やってんだーと言ってもう炎上しますし、かといってあんまりこれね厳しくやって 日本との関係が壊れてしまって全日本人を敵に回すことにもなりかねないわけですよだからまあ間に入ってねもうどうしていいんだかわかんなくなってるわけですだから中国政府として唯一取れるのは殺意ね。なぜ犯行に及んだのかその理由はもう分かってるでしょうけど絶 に言わないことです調調査中調査中中これは偶発的な個別案件なんだと反日教育とか反日政策で騙された人が本気になっちゃったそういう話じゃないんですよとこれはあくまでも偶発的であり個別案件なんだというふうに え言ってますしこれからもそう言うしかないでしょうねそういうわけですねまあちょっとこのことは私たち日本人は忘れてはいけません日本人だから殺されたんですしかも子供が狙われたんですよこんな事例はね中国政府は世界中であるって言いますけれどもいやいやいや日本人だから殺されたなんていう話は普通ないですよ金持ち狙われたとかねテロの巻き添いとかそういうのありますよ交通事故とかね日本人だから殺した そんな話聞いたことないですよ世界中よよよくある話話っていうのは嘘でですすそんなな聞いいたことないですよ中国でしか起きてないですからそんなこと武田敦康チャンネルの「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね